これから行くサイバックってな、いい町なんだぜ。どんなところなんだ？王立研究院があるからか、昔から研究とか教育とかに熱心な町でよ。全然いい町じゃねえよ。そうかしら、素晴らしい町だわ。そうでしょ？やっぱさ、知性的な女の子が多いんだ、これが。才女のほのかな色気ってのが、これまたもう呆れた。同感。プレセアってどんな仕事をしてるの？木こり。木こりか。かわいい仕事だね。すごく女の子らしいよ。女の子らしいか？そっか、シーナは瑞穂の里に戻っちまったのか。くー、あの豊満な棒で久しぶりに拝みたかったぜ。そういえばゼロスはシーナと知り合いなんだろう？知り合いだなんて、ロイド君、それは大いなる誤解だ。じゃあ何なんだ？恋人、ハニーってやつや。そうだったのか。未来のな。なんだ、嘘か。嘘じゃねえよお前。世界中の女の子の半数は俺様の愛のしもべになる予定なんだから。その可能性限りなくゼロ。
余裕余裕余裕話になんねえな。
余裕余裕。Yeah.
そんなわけで、みんなのあだ名を決めたいと思う。なんだよ、いきなり。俺様はゼロスくん。プレシアちゃんはおちびちゃん。コレットちゃんが天使ちゃん。ロイドはお前。ジニアスがガキ。僕とロイドだけ適当だね。まあまあ、で、リフィル様が、ゴージャスウルトラクールビューティー。嫌よ、そんなの。じゃあ、ジョー様？あのね、もう少し、まともなものはないの？先生は先生だろ？あ？そうか？先生ってのもいい響きだよな。魅惑の女教師か。もう勝手にしてちょうだい。じゃあ、リフィル先生でね。好きになさい。オゼット。オゼットがどうかしたのか？なんだか聞き覚えがあるような。コレットのことじゃないか？え？オゼットとコレットって似てないか？殴ることないだろう。メルトキオじゃ、プレセアちゃんが作る幸せのお守りが大ブームなんだぜ。すごい、さすがプレセア。どんなお守りなんだ？クマ。は？木彫りのクマだよ。口に紅ジャケ加えてるんだぜ。クマ？紅ジャケ？そいつを玄関に置いておくとね、金持ちになれるんだ。はい。プレセアは紅鮭くわえてる木彫りの熊以外にも何か作ってるの？ブローチ。おお、それなら俺も作れるぞ。仲間だな。僕だって作れるよ。とんがりまだら飛びネズミ。はあ？とんがりまだら飛びネズミのブローチ。オゼット周辺にだけ生息するネズミだよ。プレセアちゃんが作るとんがりまだら飛びネズミのブローチは貴族の女の子たちに大人気なんだぜ。仲間じゃないかもな。Thank you.
してみると、この二人になんだか似てないか？そうか？あんまり笑わないしよ。やっぱ女の子は笑わないとな。コレットは笑いたくても笑えないんだ。そんなこと言うな。悪かったよ。熱いやつだね。でっかい橋だったな。ええ、見事な技術ね。これだけの建造物、シルバラントでは作れないわね。そうでしょ、そうでしょ。こいつはな、テセアラでも有名な三公爵の一人、ブライアン公爵が傘下の会社に作らせた橋なんだよ。設計図が見てみたいわ。アルタミラって町に建設を請け負ったレザレノ社の本社があるぜ。そこに行けば見られるんじゃないか。アルタミラ、ダメだぞ。寄り道禁止。いつもと反対だね。
ットちゃん。本当に反応ねえな。こら、いたずらしてんじゃないだろうね。アホ、そんなことするか。あんたならやりかねないからね。俺様ならってどういう意味よ。あんた、前に私がシャワー浴びてるのを覗いてたじゃないか。それは未知なるものへの探求心ってやつよ。探求心が効いて呆れるよ。にしても天使閣、俺様はこんなのごめんだぜ。コレットは元気になる。コレットは元気になる。ダメか。何やってんだ。なんでもないよ。ただコレットが正気になるようにって。そっか。早く元に戻るといいな。ああそうだな。先生たち無事だといいけど。グランテスアラブリッジは一部が跳ね橋になってるんだ。橋を上げられちまったらお手上げだよ。移動中の会話による移動速度の低下。おっと、その通りだ。急ごう。足止めするつもりか。飛び越えるぞ。おいおいおい、無茶言うなよ。橋から落ちたら死んじまうぞ。ほっといたら先生たちも死ぬ。追跡します。損傷箇所
し。死ぬかと思った。シーナ、助かったよ。呼び出せてよかった。あの、ジーニアスと先生が。そうだ、二人を助けないと。くっ、脱走してきたか。俺たちの仲間を返せ。うるさい。なんだよ。それがどうした？ロイド、テセアラ組は私たちが合流していいの？私もミズホの民っていうちょっと毛色の変わった一族さん、あんたたちと変わらないよ。正直全く平気ってわけでもないな。俺様も天使の血を引くとか言われてるしな。まっお互い様さ。私は帰りたいだけ。そう、わかったわ。そういえばどうしてシーナがここにいるの？統領の命令だよ。あんたたちの監視を命ぜられたのさ。瑞穂の連中らしいな。王家につくかロイドたちにつくか考えようってことか。監視役が二人に増えたのか。でも私はあんたたちをどうこうしようなんてこれっぽっちも考えてないよ。そんなことは分かっていてよ。あなた正直すぎるもの。この際何でもいいさ。シーナにボルトと契約してもらってベアバードの燃料を入れてもらおうぜ。ボルト、シーナさん。いや、だったらレアバードを先に回収しないか。どの道ボルトの神殿はグランテセアラブリッジを渡った先だ。どうせ橋は封鎖されてんだからレアバードを回収した方が早い。回収ったってどうやって運ぶんだよ。そこはこのゼロス様にお任せあれ。そんなこともあろうかと秘密兵器を用意しといたぜ。何？秘密兵器って？そいつは後のお楽しみ。さあとっとと行こうぜ、富士山岳へ。
またあの山を登るのか。しかし、リフィル様とガキンチョがハーフエルフだったとはな。なんだよ、お前まで差別するつもりか。そう言うけどな、生まれた時からこっちはそういう教育を受けてるんだぜ。ハーフエルフは愚かで野蛮で汚らわしい生き物だって。お前怒るなよ、一般論だ。まだちょっとしか一緒にいないけど、俺たちと変わらないいいやつだってことはわかるぜ。ならいい。分かってても割り切れないのが差別ってやつの根本なんだよな。私がいない間に信号が増えたね。プレセアだよ。はい。へえ、この使いかい。ちょっとそれを持たせてくれよ。どうぞ。うわおもう、あんたこんなもん振り回してんのかい。斧の重量で破壊力が増大します。さすがプレセア、理にかなってるよ。プレセアって綺麗なだけじゃなくて賢いんだね。ジーニアス、あんたも随分変わったね。Thank you.
なくてね。やりすぎたかしら。どうやって運ぶんだ。ああ、とりあえずこっちこっち。まんまと罠にはまったな、愚か者が。愚か者だってよ。
ゼロス君、ドジです。俺さ、勝利。お前たちはレアバードか。はっ。今度こそ貴様をもらい受けるぞ、ロイド。くそ。おや、ユアン様ではありませんか。なぜこのような場所に。あのおばさん、どこかで見たことが。それは私のセリフだ、プロネーマ。貴様たちディザイアン、衰退世界を荒らすのが役目だ。私はユグドラシル様の勅命にてコレットを追っておりました。こちらにお引き渡しくだされ。よかろう。だが巫女を渡す代わりにロイドは私が預かる。それでよい。そやつに関しての命令は受けておりませんので、ユアン様のお好きになされます。コレット、行くな。無駄なことよの。心を失った巫女にお主らの言葉など届かぬぞえ。なんとクルシスの奇跡にこのような粗雑な要の門とは。愚かじゃのう、このような醜き者を取り除いてくれようほど。やめて。これはロイドが私にくれた誕生日のプレゼントなんだから。声が出た。コレット、元に戻ったのか。どうしてそんなところに入ってるの。バカな、あんな子供騙しの要のもんでクルシスの奇跡は抑えられるわけがない。へえ、やるじゃないの、ロイド。なんということか。しかし所詮は粗悪品、長くは持つまい。さあ、とにかく来やれ。やるなコレットちゃん。俺さ、めっちゃそう。それでこそコレットだよね。相変わらずね。悪夢がよみがえるよ、コレット。ロイド、あのね、プレゼントありがとう。嬉しかったんだけど、本当に嬉しかったんだけど、あの時はどうにもならなくて。いいよそんなの。二人とも後ろ。ご釈迦、覚悟をし。わらわを愚弄せしつ償ってもらおう、年明けよ。危険だ、危険だ。アークスフィア、先陣切れ。ファン襲撃。これが弱点ね。愚か者め、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 
決着をつけてやる。クラトス。貴様、何をしに来た。退け、ユアン。ユグドラシル様が呼んでいる。ミコを連れて行くのか。いや、一時捨ておく。例の疾患だ。ロイド、勝負は預けたぞ。あいつも天使だったのかい。クソ、待て、言わん。お前は何をしているのか。何。わざわざ時空を飛び越え、テセアラまで来て何をしているのだと言っている。それはコレットを助けるため。ミコを助けてどうなる。結局二つの世界がマナを搾取し合う関係であることに変わりはない。ただ再生の儀式によって立場が逆転しただけだ。テセアラは衰退し始めてるのかい。まだこの世界からも救いの塔が見える。あれが存在する限り、ここはまだ繁栄時代にあるということだ。もっとも、ミコがマーテルの器となった暁には、テセアラも繁栄時代に別れを告げることになるだろう。くそ、どうにもならないのか。この歪んだ世界を作ったのは、ユグドラシルなんだろう。ユグドラシル様にとっては歪んでなどいない。どうにかしたければ自分で頭を使え。お前はもう間違えないのだろう。ああ、やってやる。互いの世界のマナを吸収し合うなんて愚かな仕組みは俺が変えさせてやる。せいぜい頑張る。あのプロネーマってやつ、アスカード牧場の投影機に映ってたやつだ。じゃあディザイアンじゃないか。クラトスが邪魔しに来たし、やっぱりディザイアンとクルシスは同じ組織なんだね。ユアンもクルシスと関係がありそうね。ああ、混乱するな。要はあいつらまとめて全部敵なんだよな。ええ、レネゲードに対しても油断は禁物ね。ねえ、コレット、声以外も元に戻った？ちゃんと感覚とかあるの？うん、大丈夫みたい。みんなありがとう。心配かけてごめんね。すごく久しぶりにお腹も空いてきた気がするし。そうか。羽は
出るみたいだけど。そうか。やっぱり俺様が見込んだ通り、コレットちゃんは笑ってると断然可愛いぜ。あなたはゼロスさん？おお、俺様のことちゃんと覚えててくれたんだな。同じ巫女同士仲良くしようぜ。よろしくお願いします。さて、どうしましょうか。とりあえずコレットの心は取り戻せたのだから、無理にシルバランクを変えなくてもいいのだけど。決まってる。この後コレットみたいな巫女を出さないためにも、二つの世界を同時に救う方法を探すんだ。そうだね、シーナとも約束したもんね。コレット、プレセアはいつまでも連れ回してたらかわいそうだよ。私、帰りたいです。そういえば、あのケイトってやつにプレセアちゃんを会わせないといけないんだよな。でも、グランテセアラブリッジはもう通れないんじゃないかしら。そうだね。メルトキオに私の仲間がいるんだ。その力を借りてみよう。でも僕たち、反逆者なんでしょ。メルトキオにだって入れないんじゃないの。そいつは俺様に任せとけ。メルトキオは俺様の庭みたいな。よし、頼むぜゼルス。オッケーオッケー、どんと頼まれちゃうぜ。さあ、俺様のハニーたち、メルトキオへ出発だ。コレット、どうしたの。ライド、お帰り。ただいま。